せーの、大家好，你好，我是奈ちゃん，我是奥斯卡，我们从台湾回来了。2日間行ってきました。今回めっちゃ良かったね。めっちゃ良かったねとても楽しかったね。なちゃん2回目の台湾旅行。そう、とても楽しかったよ。之前有拍过一期台湾的缺点，日本人不再来台湾旅游，今天想来分享一些台湾的优点。优点では行きましょう。開始吧。まずはまずは日本のものが多い。スーパーとか行ってお菓子とかもあるし、お寿司屋さんとか日本のチェーン店がとっても多い。そう、現在台湾人到处都是日本的商店啊，日本的餐厅、超市都买到很多日本的零食。海外感がないよね。海外感ない。台湾だからあって嬉しいと思うのかな。うん、台湾人が遊びに来て、あ、台湾製のもの、うん、嬉しい。うん、わかるわかる、めっちゃわかる。还有就是食べ物が便利だね。食べ物がやっぱ便利やったな。台湾吃东西真的超级方便的。うん、めっちゃいい。超便利超便利。朝ごはん起きてバイクに乗って行ったらもう素敵な朝食がたくさん選び放題。台湾吃早餐方便，吃午餐也方便，吃晚餐也方便，吃宵夜也方便。うん、全部ね。やっぱ店舗数がもうそもそも違うから、日本は決めてここに行くみたいな感じやけど、選べるやん、選べるほどあるやん。それがすごい。日本来看的话是外食文化，吃的东西超多的，选择也很多。うん。バイクも便利だね。バイク便利だった。やっぱ一回行ってな乗ってるから慣れてたから、いっぱい行ってもらった。ね、食べたい時あのバイク乗ってピューって言って、ね、買いに行って、飲み物だけとかもあったし、パッと買いに行って、うんうんうん、超便利超便利。しかも止めるとこもねいっぱいあるしお金取られないやん、うん、日本停車很不方便、机车啊还是汽车都不可以乱停、うんうん、台湾是随便停、うん、看一下红线还是不能停。我日本路上停在路边车子真的很少。怎么变讲台湾的坏话？刚开始我来日本的时候也是走路走到不要不要的。台湾的外食文化集合的机车根本就是完璧，完璧。你在日本，要是你想去买个宵夜，十二点后没有电车，你也没办法去买，店也没开那么晚。台湾吃东西的方便程度完胜日本。本当羨ましい。其实どれも美味しいのね。今回美味しかったもの。一回目旅行は鸡排が一位だった。うん、美味しかった。今回二回目の旅行。二回目の後、でれれ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 。でん、小籠包。違う、小籠包。小籠包。小籠包。美味しかったですね。一日目のこっちから台湾に行った時、機内食だけ食べてお腹ペコペコの時に食べた小籠包がもうめちゃめちゃ美味しかった。あの皮と肉の旨味、美味しかった。僕もうやめて食べたくなっちゃう。そう、あれはマジで日本にはない。でも美味しいよ、人気だよ。原鮮蛋包おすすめです。とっても美味しい。日本で食べたくなって小籠包屋さん行ったりしたんやけど、全然違う。後面就有点小籠包店啊。うんうんうん、ハイハオだった。男性が、まあ、みんな紳士的なんやけど、すごく優しいんやけど、男性がとても紳士的でした。お友達？友達。車乗るとき開けてくれて、大丈夫みたいな、なんかめちゃめちゃ、そう大丈夫。会帮会帮开门。いいよみたいな。日本語でね、日本語を使ってくれるね。そのおじいちゃんもそうやし、お父さんもすごいそうやし、お友達？うん、もう朝初めて久々に会ったの時に。おはようみたいな言ってくれて、おはよう。私が出て、た音がしてたんやろな、出る音が、うん、でちょっと出たらトイレのとこからバッって出てきて、うん、おはようみたいな言われて、うん、みたいな。那天是婚礼，朋友要来开那个新娘车，所以就前一台住我们家这样。而且我爷爷是做西装的，那婚礼那天呢，三个男生、三个孙子的西装都是爷爷做的。結婚式の動画を楽しみにしてください。ねえ、すごいよ。結婚式が結婚式がにぎやか。台湾の婚礼は超熱闹で。すごかったね。人の量。そもそも人の量。台湾の話は朋友也会叫。うん、友達の友達まで。そうやね。だってお兄ちゃんの彼女まで行けたから。そう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 。雰囲気めちゃいいよ。うん。なんか誰でもウェルカム、なんか日本はさ、 あなた誰みたいになりそうやけど、全然そんな感じなかったね。すごいいて
居場所がないわとかなかったよかった思ってたよりなんか気楽か気楽でよかった。結婚式の料理は結婚式の料理はなんかもっとがっつりフレンチ系やと思ってた私は。めっちゃ台湾だったんやけど普通に炒め物とかが出るしびっくり。あとスープ系2回スープ出たんやけどなんか薬膳スープみたいな感じ。そうそうそう具がたくさん入ってて変わった食べ物だった。結構台湾なんだなって思った。え、あと台湾の嫁さんを迎えに行く文化と、すごいかっこいい。なんか車6台で嫁さんのところに迎えに行くプリンセスの感じじゃない。そう、もうめっちゃいいなと思った、本当お姫様って感じ。あと私今回みかん係我们去接新娘的时候要给新郎摸苹果、平安的意思、平平安。新娘接回来我们家呢下车的时候我要去开车门、然后我拿着橘子。那橘子是什么意思啊？不可能橘子橘子大吉大利。そうかな。いらっしゃいみたいな意味じゃないかな。いらっしゃいの意味じゃないかな。如果知道为什么要摸橘子可以留言告诉我们那想要那一代人一回も日本語出てないのにそのお父さんがねお嫁さんのお父さんが出てちょっと感動しちゃってなんか自分だったらお父さんが泣いちゃうだろうなとか思って考えたらなんかプロプロ我上次去参加一样在日本的台湾人的朋友的婚礼私も何か一人で海外で台湾の家族介護できない、全部彼のお兄さんが介護してて新郎から泣いてみんな、そう結婚式やっぱりいいよね。いい結婚式でした、おめでとうございました、今回の旅はたくさんの人に会えてあたくさんの親戚と友達、親戚に挨拶させてくれてこう、彼の結婚的时候明明是新郎跟新娘要去敬酒他们没有时间吧然后我想说我去跟妈妈亲戚那边打个招呼我就自己一个人去敬结果被我妈拦下来我妈就说来来叫你叫那强过来介绍给大家认识就变成爸妈带我们两个到处去打招呼的みんなと乾杯してみんなめっちゃ飲んだ台湾人は暑い暑いです暑いすっごくいいことあ以上は台湾のいいところシェイシェイ台湾ですよまた行きたいですね每次看到那些 YouTube 拍台湾的美食就看到都受不了本当に行きたくなる每次我们吃饭的时候娜讲的问说今天有没有什么哪一集那个台湾夜市的影片可以看什么台湾待ってね台湾待っててね对啊はいシファンダファーディンユエアンザンよろしくお願いしますお願いしますシャツジェンまたね返すば返すば返すば何ですこれ前私が言ってた返すばなんか面白いなと思って返すばあ何か日本星巴克也换那个圣诞节的装饰包装了今クリスマスって言った？クリスマス。どれがクリスマス？聖誕節。聖誕節。東京から飛行機で約30分。お互い気軽に旅行したり、思った時は助け合う隣の友人です。台湾の街には美味しい屋台料理がたくさんあります。ありがとうございます。ありがとうございます。